仮面ライダーシリーズの歴史は長く、幅広い世代にファンを持つ。2007年に登場した第17作仮面ライダー電王は、特に記憶に残る作品である。主人公は桃太郎スをはじめとするイマジンと契約し、時間をかける列車伝ライナーで未来を脅かす電撃の存在と戦うの神亮太郎である。仮面ライダー電王は、そのユーモラスなキャラクターと心温まるストーリーテリングで、瞬く間に多くの視聴者を魅了した。亮太郎の成長物語とイマジンたちとの絆がテーマの一つであり、彼らが織りなすドラマは笑いと感動を提供してくれる。仮面ライダーがタイムトラベルを取り入れた初めての作品としても知られ、仮面ライダーシリーズの中でも特に斬新な試みがされた。特撮技術もまた一段と進化し、アクションシーンはよりダイナミックかつスピーディーなものとなった。また登場する仮面ライダーのデザインも洗練されており、フォームチェンジによって異なる能力を見せつける多様性に富んでいる。仮面ライダー電王は新旧ファンをつなぐ架け橋となり、仮面ライダーシリーズの新たな時代を切り開いた作品としてその名を刻んでいる。